寒河江市で小学生がさまざまな職業を体験しました。今回は仕事の喜びをより感じてもらおうと、働くことを通して稼いだ通貨で買い物をするところまでセットになった特別教室です。この取り組みは職業体験を通して自分の将来について考えてもらおうと、寒河江市商工会青年部が10年ほど前から行っています。今日は寒河江小学校の5年生およそ60人が参加。市内の企業などが16のブースに分かれ、仕事のやり方やコツをレクチャーしていました。こちらで体験できるのはリサイクル工作。材料には寒河江ダムに流れ着いた流木を使います。児童たちはユニークな発想で流木を組み立てていきました。まあ、実用性はないかもだけど、なんか飾るように作りました。ゴミとかいらないものとかちゃんと捨てないで、ちゃんとリサイクルしてて、なんか愛着もっと湧きました。一方、こちらは整骨院の体験コーナー。実際に超音波エコーで腕などの骨や筋肉を見るなどしました。他にも商品を陳列するコンビニエンスストアの店員や、バリカンを使い髪を切る理容師など、さまざまな職業に挑戦しました。切ってもらってる時は案外簡単そうと思って、私でも普通にいけると思ったら結構難しくてすごいなと思いました。職業体験が終わるともらえるのが仮想通貨100チェリン。最後はこの仮想通貨で買い物です。児童たちは花や野菜などを購入し、働くことの喜びやお金の大切さを感じていた様子でした。子どもたちにはまずこの職業体験を通して、仕事ってこんなに楽しいんだというものを感じてもらえたらなと思っております。そしてこの体験が将来何か将来つく仕事のきっかけになればと思っております。この取り組みは来年度も行われる予定だということです。